いやー、最近90年代の CM 集を見るのにハマってるんだけど、ビーイング系のアーティストが多いな。そうなのかよ。僕もお前から教えてもらった、ザード、ワンズ、ティーボラ、パメラ、マニッシュ、どれもいい曲ばっかだと感じたよ。だろ？当時のランキングなんかこうはつつけがたいよね。ところでビーイングっていつから流行ってたんだよ。好奇心旺盛だね。じゃあそんな君には、ビーイングの成功と崩壊の歴史について教えてあげよう。ビーイングの創設者は永田大斗。自身もグループサウンズをメインに音楽活動をしていたんだ。全然知らないね。そんなこと言わない。1978年、海老名俊則、阿久悠の出資のもとに設立されたんだ。初期メンバーは、すでに作詞家としてデビューしていたアラン・トモコ。ソロ活動をしていた小田哲郎、ソウルミュージックの先駆者近藤久之助がいたな。結構に人気でね。80年代後半、マネジメント展開をし、若手アーティストのプロデュースを手掛ける。なるほど。資金が安定してから拡大したわけか。1984年、水野松也、松川俊也らが結成したバンド、ブリザードがデビュー。当時流行っていたバンド、ラウドネスに対抗したヘルメタバンドさ。全然知らないね。2回目だぞ。1985年、前田ノブテル、春畑三津屋らが結成したバンド、チューブがデビュー。1986年、サードシングル、シーズン・イン・ザ・サンがヒットし、注目を浴び、これ以降、夏の王様との異名を持ち、広瀬香美の活動を支えた。ロマンスの神様があんまり関係ないだろ。1988年、稲葉浩志、松本隆弘の2人組ユニット、ビーズがデビュー。当時は最先端だったデジタルビートを取り入れたり、2人組という形も珍しかったんだ。レジェンドの誕生か。なお、このアルバムで編曲家、明石明夫がデビュー。聞いたことあるね。1989年、編曲家、加山武の活動が本格化。そして、後のブームに欠かせない伝説の作曲家、栗林誠一郎がデビューする。でてー作詞家、小田佳菜子がデビュー。コメットの存在が多くのアーティストの作詞を助けたから大きかったな。なるほど。1990年、坪倉由衣子、近藤久之助、栗林誠一郎、松崎隆、望月英介、ミケが組んだバンド、BB クイーンズが踊るポンポコリンでデビュー。1990年の年間1位を獲得する。6月、ビーズが個性を発揮し始め、5枚目のシングル、太陽の小町エンゼルでオリコン1位を獲得。これ以降全てのシングルで1位を獲得することとなる。すごいね。11月、ビーズの4枚目のアルバム、リスキーがミリオンを記録。これ以降、アルバムでも1位を継続することとなる。バキムーね。1991年はデビューラッシュとなる。2月、BB クイーンズのコーラス隊、ミケが、思い出の九十九里浜でデビュー。同じく2月にザードが、グッバイマイロンネスでデビュー。4月、川島ダリアがデビュー。6月、松崎隆、勝田和樹、小野寺明が結成したフュージョンバンド、ディメンションがデビュー。7月、森友嵐、五味隆、上野博文、青木和義の4人組バンド、ティーボランが、悲しみが痛いよ、出てる。8月、浜口司、安宅美春の2人組ユニット、キックスが、また会えるで出てる。9月、上杉翔、柴崎博、大島康介が結成したバンド、ワンズが、寂しさは秋の色でデビュー。なお、このシングルのカップリング、ストレイキャットで、作曲家、小沢雅文がデビュー。すごいね。これだけデビューして、ほとんどが名を残してるアーティストだもんね。1992年、独自のレーベルを立ち上げ、制作面で優位な状態になった会社は、右肩上がりの成績を残すこととなる。すごい勢いで金稼いちゃうんだね。3月、小田哲郎の13枚目のシングル、いつまでも変わらない愛をが1位を獲得。5月、大黒摩季がデビュー。8月、生沢雄一がツインザーにデビュー。いつだかゲラゲラポーズが歌ってたんだよ。マジかよ。その歌は知ってるぞ。
10月、ビーズの6枚目のアルバム、ランがダブルミリオンを記録。同じく10月、当時大人気のアイドル、中山美穂を全面表した楽曲、世界中の誰よりきっとがヒットし、ファンズが脚光を浴びることとなる。12月、高橋みすず、西本舞のユニット、マミッシュがデビュー。この年、ビーズの10枚目のシングル、グロービンが168万枚で3位を記録した。ビーズの安定感はやばいね。93年、ついに、リーイングブーム到来。1月、坪倉優子の4枚目のシングル、ジュテームが、ドラマ主題歌となりスマッシュヒット。同じく1月、ザードの6枚目のシングル、負けないでが、年間6位を記録。2月、山田やすし、太田慎二郎らのバンド、バッドがデビュー。同じく2月、ワンズの4枚目のシングル、時の扉が年間7位を記録。3月、ビーズの12枚目のシングル、愛のままに夢くんねんが、ダブルミリオンで2位を記録。ネクスネ。同じく3月、池森秀一、田川慎二、山根浩二らのバンド、ビーンが、このまま君だけを奪い去りたいでデビュー。4月、出口正幸のソロプロジェクト、レッドがデビュー。同じく4月、ワンズの5枚目のシングル、愛を語るより口づけを交わそうと、2枚目のアルバム、時の扉が同日リリースし、どちらも4週連続1位という快挙。すごいね。5月、高山聖輝、栗林誠一郎らのバンド、ジールがデビュー。同じく5月、ザードの8枚目のシングル、揺れる想いが年間9位。同じく5月、T ボランの4枚目のアルバム、ハート・オブ・ストーンがミリオン。6月、ビーズの13枚目のシングル、裸足の女神が年間6位。同じく6月、あの国民的スター、長嶋茂雄とのコラボ、シングル、果てしない夢をがリリース。7月、ザードの4枚目のアルバム、揺れる想いがダブルミリオン。8月、ミケの活動休止に伴い、ウトフ・ケイコがソロデビュー。同じく8月、柳原愛子がデビュー。9月、川島ダリア率いるヒールソーバットがデビュー。10月、ワンズのサードアルバム、リトルビットがミリオン。11月、T ボランの6枚目のシングル、バイフォーナウが年間17位。ちなみに年間ランキングはこんな感じ。めちゃくちゃすごいね。当時なら聞きたい曲がついて、絶対金なくなってない。1994年、ピークが終わり、崩壊の足音が聞こえ始めるものの、アーティストの人気は陰ることがなかった。ピークってあっという間に去るんだな。2月、ビーズの14枚目のシングル、Don't Leave Me が年間4位。このあたりから、稲葉浩志の歌詞、歌唱が荒れ始める。テリーバージョンのシャウトは圧巻だったな。3月、ビーズの7枚目のアルバム、The Seventh Blues がミリオン。6月、ワンズの8枚目のシングル、世界が終わるまではが年間10位。なお、上杉翔はこの曲で解散したかったものの、社長、長戸大光に止められる。マジか、ブラック期限みたいだね。同じく6月、ザードの5枚目のアルバム、オーマイラブがダブルミリオン。7月、ジーがファーストアルバム、ゴーワイルドをリリース。このアルバムを最後に栗林誠一郎が脱退。これを機にジーグは影が薄くなる。なんか不穏な空気が流れてたしてね。1995年、音楽協会は TKA が独占していく中、ビーズ、ザード、ワンズが粘りを見せた。TKA って2月、大黒摩季の10枚目のシングル、ダラダがミニオン。同じく2月、ワンズの9枚目のシングル、シークレットナイト、It's My Treat がリリース。実はこの曲、栗林誠一郎のセカンドアルバムに収録されており、本来はカバー曲扱い。これが引き金となり、栗林は楽曲提供をやめてしまうんだ。これはでかい出来事ね。仕事できる人が退職したのと同じだ。同じく2月、水原ゆき、小沢雅純の2人組ユニット、パメラがデビュー。お前、パメラ大好きだよね。3月、ザードの6枚目のアルバム、Forever You がミリオン。4月、ワンズの4枚目のアルバム、Peace of My Soul がミリオン。しかし、以前のポップ路線ではなく、グランジに行こう。
ファンは動揺を隠せなかったよ。すごい卓球だね。5月、浅岡優雅らのバンド、フィールド・オブ・ビューがデビュー。6月、ミキ・ジーグが5枚目のシングル、絶対に誰もを引きます。チャート3位を記録するも、これ以降は苦しい。11月、ビーズの8枚目のアルバム、ルースがトリプルミリオン。12月、ワンズが10枚目のシングル、セイムサイドをリリース。作曲を柴崎宏が担当し、リーグ色を消した。激動の1年だね。1996年、ついに解散、活動中止といった言葉たちが踊り出す。1月、ザードの17枚目のシングル、マイフレンドがミリオン。2月、ワンズがラストシングル、ワーストクライム、アバウトはロックスター、フーワーザスウィンドラーをリリース。詐欺師だったロックスターについてというサブタイトルを載せて。すごいタイトルだね。3月、ビーズの19枚目のシングル、見えない力、ムーブがミリオン。同じく3月、ティーボランがラストシングル、Be Myself をリリース。森友嵐は、心因性発生障害を患ってしまった。タイミング的には辛かったよね。同じく3月、ワンズのベストアルバム、シングルスコレクションプラスロックが、地位を獲得するも活動休止へ。5月、ビーズが20枚目のシングル、リアルシングシェイクスをリリース。7月、大黒摩季が14枚目のシングル、熱くなれが1位。同じく7月、ザードが7枚目のアルバム、Today is Another Day がミリオン。しかし、シングル、提供曲がメインとなってしまった。8月、ティーボランがベストアルバム、シングルスをリリース後、活動休止。同じく8月、マニッシュがサードアルバム、チアーをリリース後、活動休止。メリリメリー。9月、ディーンのセカンドアルバム、アイウィッシュがミリオン。1997年、徐々に経緯が苦しくなっていく。メジケー。1月、ザードが19枚目のシングル、Don't You See を1位。この歌詞の辛さは当時のビーングを示しているのだ。同じく1月、稲葉浩志のソロアルバム、マグマがミリオン。3月、小松美穂がデビュー、後のビーングを支えることとなる。4月、事件発生。BMT ジャパンがビーズのベスト版、フラッシュバックをリリースすると発表。しかし、原版などの問題で事件はビーングにあると激怒。チャート1位を阻止するために、ザードブレンド、サウンドストーンが1位を記録し、ダブルミリオンで一命を取り留めた。激アカピンピメージね。8月、ザードの22枚目のシングル、永遠が1位。この曲で、徳永明人がデビュー。同じく8月、大黒摩季の6枚目のアルバム、パワーオブドリームスがミリオン。9月、ワク・ジロー、杉本一生を新たなメンバーに迎えたワンズが、錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こうと復活。商標登録の関係でワンズを継続しなければならなかったらしい。めちゃくちゃだね。10月、ビーズが23枚目のシングル、ダイヤダイヤをリリース。超社会風刺の歌詞がビーングを物語。11月、ワンズがまたベストアルバム、ワンズベスト、ヒストリカルベストアルバムをリリース。意味不明なアレンジが加えられたのは、アルニコとして活動していた上杉、柴崎の当て付けだったが、くしくも1位。同じく11月、ビーズが9枚目のアルバム、サバイブをリリース。壊れゆく組織、たくさんの人々への思いを描き切ったアルバムとなった。すごい1年だね。1998年、ベストアルバムゼミを試みたが、終わりを迎えることとなる。3月、ディーンのベストアルバム、シングルスプラスワンがミリオン。同じく3月、ザードが24枚目のシングル、息もできないをリリース。この作品を最後に、初期メンバー小田哲郎が脱退。4月、ビーズの24枚目のシングル、さまよえる青い弾丸が1位。5月、ビーズのベストアルバム、ビーズ・ザ・ベスト・プレジャーが、初動216万枚、総売上590万枚を記録し、歴代2位の売上。すごい売上でね。8月、栗林誠一郎が10枚目のアルバム、クローステッドグラスをリリースすると、これを機に脱退。
と小作に9月ビーズがファン投票を実施し選曲したベストアルバムビーズ・ザ・ベスト・トレジャーが初動250万枚総売上500万枚を記録し歴代5位の売上ビーズはお試しだったね。9月ザードの25枚目のシングル運命のルーレットを回してが1位。12月、編曲家明石明夫が脱退、これで功労者がほとんどいなくなってしまった。同じく12月、稲葉浩志のソロデビューシングル遠くまでが1位。同じく12月、ザードが26枚目のシングル新しいとは冬のひまわり、27枚目のシングル打ってよ。北野雅人、綿貫正親といった新たなサウンドでの楽曲となり2位、3位となった。ザードでも1位取れないのか。売り上げを残し別次元のビーズ、新たなサウンドのザード、大黒摩季、小松美穂、徳永明人、ディーン、パメラ、フィールド・オブ・ビュー、この体制で2000年代を迎えることとなった。 To be continued、続くのかよ。Oh.